ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、有名人で誰か気になる人とかいたりする？特にいないけど、どうして？いや、有名人って羨ましいと思う反面大変だなぁと思ってな。表と裏の顔を使い分けないといけないだろ？そうね。私もだいぶファンが増えてきたから、気をつけないといけないわ。まあ、霊夢は裏も表も変わらないと思うけど。でも確かに華やかな人生の裏で、やばいことやって捕まる人も後を絶たないわね。今回は、そんな裏の顔を持った人物の異常な正当策や、信じられない性的風習について解説するから、ゆっくりしていってね。早速だけど、ローマ時代の頃から性的盗作者がいたって聞いたことあるわ。文献に残っている限りだけど、霊夢の言う通り古代ローマ時代や古代中国でも、宗教が近親相姦や同性愛は神への冒涜だとするまで、そうした行為は常識的に行われていたんだぜ。だからローマの皇帝たちの経歴を調べると、どの皇帝にもそうした性の歴史が出てくるんだ。そうした皇帝たちの性については別の動画でも解説したから、気になる人は概要欄を見てくれ。じゃあ、現代よりも古代の方が性に対して自由だったってことなの？いや、誰でも自由だったと言うんじゃないんだ。権力を持つ者が自由に性を謳歌していたと言った方が正しいかもな。その証拠に有名なイタリアのポンペイ遺跡にて、修復を済ませたかつての売春宿兼邸宅に、そのことを物語る男女関係ないパートナーとの、エロチックなフレスコ画が見つかっているんだ。ちなみに古代都市ポンペイについても別の動画で解説しているから、気になる人は概要欄を見てくれよな。さて話を戻すと、ローマ皇帝の中でもひときわ危ない性盗作者がいたんだ。その危ない性盗作者って誰なの？まず一人目が第二代皇帝のティベリウス帝だ。ん？あまり耳にしたことがない皇帝だけど、どんなことしちゃったの？ティベリウス帝は帝位に就いた当初は前世に勤め、元首制の礎を築いた名君と言われてた時もあったが、原因不明の病を患った後、人が変わったように残虐行為を繰り返すようになったんだ。それにイエスキリストを貼り付けにした皇帝としても有名なんだぜ。へえ、この人だったんだ。彼の晩年10年間ほどはカプリ島に隠棲して、ここから陰で国政を動かしていたんだけど、その話は別の機会にするとしよう。歴史家スエトニウスの、ローマ皇帝伝、によると、彼はこのカプリ島にある別荘に乱行用の部屋を設け、自身の衰えた性欲を刺激するために老若男女を集め、気を結合させた人間の輪を作らせ、それを眺めて楽しんだり、有名な、青の洞窟、で、雑魚、と呼んだ少年少女たちと全裸で一緒に泳ぎ、子供たちに自分の股の間を潜らせ、自身の、気を下や歯で刺激させて、もてあそんでいたという逸話があるんだぜ。うわぁ、出たわね、乱行と小児性愛。そんなティベリウス帝にもまして下劣極まりないのが第三代皇帝のガユース帝、通称カリグラ帝だ。あ、カリグラ効果、の人でしょ？ダメと言われるほどやりたくなるあれよね。霊夢、よくそんなこと知ってるな。彼は上流階級の夫婦を晩餐会に招待し、夫の前で貴婦人を品定めし、いつでも別室に女性を呼びつけ常時を強要し、その様子を食堂で大っぴらに語ったり、実の三人の妹全員に手を出したりと、陰頭三昧の生活を繰り返し、たった数年で国家財政を傾かせるほどやりたい放題だったんだぜ。ちなみにカリグラ帝について解説した動画もあるから、気になる人は概要欄を見てくれ。それにしても寝取られ思考と近親相。って、やっぱり権力者は変態ばっかりね。古代ローマの皇帝ばかりじゃない。中国の皇帝たちもエグい話題は数限りなくあるぜ。霊夢は、愛新覚羅溥儀って知ってるかい？え？誰だったかしら。どこかで聞き覚えが。映画、ラストエンペラーで一躍有名になった中国最後の皇帝だぜ。溥儀の裏話だと、彼は宦官たちに、湿り気を帯びた柔らかい布の上から自身の体の隅々まで触らせて性的興奮を高めるという、得意な性嗜好と宦官との同性愛による事件を、1924年に起こしたと言われている。紫禁城内の宦官1200人の一斉解雇まで続けていたそうだ。1200人、そんなに宦官たちと戯れてたの？映画での悲哀のイメージとは全く違うわね。だから言っただろ。特に権力者や著名人はイメージ先行だからな。ただ裏の顔がバレた時の社会からのバッシングも半端ないぜ。例えば中世に起きた英仏百年戦争の英雄にして、鬼畜貴族、ジルドレのエピソードを知ったらそのことがよくわかるぜ。ジルドレ？誰それ？確か200年戦争の英雄って言ったら、むしろジェンヌダルクの方が有名だよな。ジルドレはそのジェンヌダルクを支援し、フランス側やイギリスに敗れる直前、1429年のオルレアン包囲戦でイギリス軍の包囲を突破し、これをきっかけにフランスを勝利に導いて100年戦争の終結に貢献した。
旧国の英雄、とも呼ばれた軍人貴族だったんだぜ。貴族で軍人で英雄だなんて申し分ない大成功の人生じゃない。何が問題だったの？それには少し彼の過去を紹介する必要があるな。ジルドレは、彼が11歳の時両親を失い、母方の祖父である、ジャンドクラン、という独祖父の過保護の下で育てられたんだ。独祖父って、そんなに問題のある祖父だったの？自身の鬼畜に至った大きな要因だったと、後に尋問でジルドレ本人が明かしているぜ。まあ、母方のクラン家というのは代々問題人物が多く、彼らは主君や他系背徳行為を繰り返しながら領地を大きくしていった家系で、このジェン祖父も同じサガだったんだろう。横領や略奪婚といった方法で領土を拡大し、ジルに全て相続できるよう取り計らっていたんだ。ふん。でもそこは問題だったとしても、孫にたくさんの領地を残してくれるなんていいおじいさんじゃない？いやいや、今の時代みたいに人権とか相手の権利とか常識がなかった時代だぜ。特に領民の人権なんか家畜同然としか思わないようなやつで、しかも莫大な財産を持ってる人間のもとで、好き勝手に育てられた子供だぞ、どうなると思う？なるほど、まさに現代のモンスターペアレンツならぬモンスターグランパの素行を真似するわね。しかもまだ両親が存命中は英才教育を受けさせてもらっていたから、なお立ちが悪かったんだぜ。ジルドレはその後成長し、軍人になると戦時下では自身の残虐性は逆に武勲となり、世間的には彼の素行は全くと言っていいほど影を潜めていたんだ。ということは何かが原因で、彼の素が表に顔を出してきたってことね。一体彼に何が起きたの？大きな原因となったのは、彼に少なからず精神的感化を与えたジェンヌ・ダルクが、イングランド軍と組みしてたブルゴーニャ軍に捕らえられてから、彼の心は徐々に荒んでいったんだ。それってジェンヌのことが好きだったんじゃない？さあ、そこはどうだったかわからないが、その後ジェンヌ救出を試みてフランス北部のルーアンを攻撃したり、フランス王室の仲立ちを行ったりと、宮廷での活動をしたのは確かだな。しかしほとんど所領に引き下がった生活で、その後は自身の財産を芸術品の購入や遊興に浪費して、莫大な財産も担保に取られてしまうんだ。英雄が一瞬にして没落貴族って、ちょっとかわいそうね。そうして落ちぶれてしまったジルは、財政問題を錬金術によって解決しようと考えるんだ。錬金術って何なの？簡単に言えば、非金属を金に変える術のことだ。どこにでもあるものを金に変えることができれば、自身の浪費癖も解決すると思ったのだろう。彼の居城には錬金術師たちが集められ、その研究にのめり込んでいったんだ。それともう一つ、彼は祖父の政略結婚で何度か妻をめとってはいるが、いずれも認可されなかったり亡くなったりで、愛情の対象としての異性が身辺に一人もおらず、彼の居城では美少年たちに身辺の世話をさせていたんだ。宴会の時なんかは彼ら少年たちを全裸で接客させ、彼らが襲われるのを恍惚な目で眺めていたそうだ。悪趣味ね。だけど当時も同性愛って権力者にとっては普通だったんでしょ？まあな。でもそのくらいで済んでたらよかったけど、その美少年たちへの異常な愛情に加え、錬金術師プレラーテが、錬金術で金が生み出せないのは悪魔との契約が足りないからだと、キリスト教によって禁止されている黒魔術を錬金術の成功として示唆したもんだから、ジルは自分の欲望を叶えるためにこの黒魔術にもハマっていくんだ。黒魔術って、よくアニメなんかで耳にするけど、その錬金術師は何をさせたの？プレラーテはジルに、悪魔との契約、を持ちかけ、そのためには瞳悟空が必要だとそそのかし、身辺の世話をしていた一人の少年を凄惨な方法で泣き物にし、臓腑をえぐり取り生贄にしたというんだ。それってもはや鬼畜の所領じゃない、性的盗作じゃなくて殺人鬼でしょ。まだまだこの話はここからが本番なんだ、と言いたいところだけど、ジルの中に眠っていた一種の性癖がこの時開花し、瞳悟空を理由に自身の願望を満たす手段として、幼い子供たちにかけたおぞましい行為の数々をここに紹介するには、あまりにも凄惨すぎるんだ。だからもっと詳しくその所領を知りたい人は、ジルドレ、で検索してな。ここで紹介できないほどの凌辱と虐殺に、性的興奮を覚えてしまったってことね。そうなんだ。それにジルの居城周辺では子供狩りが行われ、数年で子供たちが町から忽然と消えてしまったというんだ。その数は数百とも1500人以上とも言われてるんだぜ。さらにジルは子供のストックがなくなると、今度は領地の妊婦を城に引き立て、その腹から胎児を引きずり出して同様な所領を続けたというんだ。もう想像しただけでもおぞましすぎるわ。それで、その後ジルはどうなったの？1440年、所領争いを発端に国王ジャンゴ姓の命により身辺調査が行われた。
ジルは、錬金術師のプレラーティラと共に捕らえられて、国家裁判や宗教裁判にて異端審問にかけられ、その場で傍聴をしていた人々の前で、その所領の数々を告白させられたんだ。うわぁ、聞いてた人たちはたまらなかったでしょうね。懺悔を聞くことに慣れている司教たちまで、あまりの恐ろしさにひざまずいて十字を切ったというぜ。ジルは家計に処せられたんだけど、その最後を迎えるまでのエピソードも信じがたい話だから。興味ある人はぜひ検索してみてくれ。最後の最後までキーに満ちた異常者だったのね。ところでもう、心が折れそうなんですけど。霊夢、何を言ってるんだい？ようやく私が話したいネタが半分過ぎたところだぜ。マリサ、なんか今日はノリノリね。わかったわ、最後まで一気に紹介してちょうだい。よく言ったぜ霊夢、ヨーロッパの中世って暗黒時代とも言われてたから、まだまだネタは尽きないんだ。霊夢は結婚するまで、あれを大事にしたい方だよな。何をいきなり、恥ずかしいじゃない、DV よ。いや、もし霊夢がそんな心に決めた相手の前で、例えば相手の上司にあれを奪われたらどうだい？はぁ？そんなこと絶対ありえませんけど。って、もしかして次はそんな話なの？まさしくその通り。ジルの話でも出たけど、中世ヨーロッパ時代の領民は領主の所有物に過ぎないから。例えば領民同士が結婚するとなると、その領主が税金と同じ類の、所や権、という税で、女性の所、を取り立てに来たって風習なんだ。バカじゃないの？なんで知らないおっさんにそんなことされなきゃいけないの？それはヨーロッパの社会がキリスト教を信仰していたことにも起因するんだ。もしかして、聖母マリアが所、にしてイエスを出産したからってこと？霊夢、察しがいいな。まあヨーロッパではその話が主流だが、実は所や権って古今東西どこにでも存在していて、日本でも行われていたって言うんだぜ。いや、本当に勘弁してほしい話ですけど、いくら税金だって言われたって、本人が嘘ついてしまえばいいんじゃないの？どうなんだろうな。でも当時敬虔な信者が多かったヨーロッパでは、嘘は大罪だったからな。一体所、になんでそこまでこだわるのかしら？ただの男の征服欲でしかない気がするんだけど。そうだな、さっきの聖母マリアのように神聖なものという意味もあるけど、反対に悪魔が所、の地を好むと言われていたため、新婚夫婦が最悪に見舞われないように代行したという意味もあったらしいぜ。いやいや、それって勝手な言い訳にしか聞こえないんですけど。大体、領主が代行するってこと自体怪しいわ。聖職者がやってたならまだ信用できるけど。もちろん、神官や僧侶などの聖職者、シャーマンといった人たちも行っていたというぜ。信じられないわ、それこそ異端者じゃないの？私、ほんと今の時代に生まれてよかったわ。昔の女性は、世界中どこに行っても権力ある男の言いなりだったのね。霊夢、だいぶお怒りのようだな。でも、警告に伝わるもしかして今でも続けられている風習を聞いたら、正気ではいられないかもな。もうなんなの、所や権の続きだから、できた子は婚約した夫婦が育てるとでも言うの？惜しい、85点ぐらいの回答だぜ。警告で李氏朝鮮時代から存在するんだけど、家計を維持するために後継ぎとなる男子を得るための、しばじ、と呼ばれる風習があって、女性はただ子供を産むだけの存在で、男子を産めばその家に引き取られ、女子の場合その女性が引き取り、その子もしばじとして使われるんだ。ねえマリサ、ここまで来るともはや性的盗作を超えて悪臭紹介になってる気がするんですけど。それで、なんで渓谷にそんな風習が残ってるの？理由はさっき話した通り、しばじは後継ぎ欲しさというのもあるんだけど、もう一つおぞましい風習が渓谷にはあるんだぜ。はいはい、聞いてあげますよ。で、なんなの？霊夢は、試しばらって聞いたことあるかい？試しばら？渓谷って王族がよく毒殺されてたって言うから、毒味役みたいな人のこと？怒らないで聞いてくれ。渓谷では実の娘の結婚が決まると、その子に解任能力があることを証明するために、父親などの近親者が娘をはらませ、娘はその子を打胎せずにそのまま嫁いで、生まれた子は嫁ぎ先で奴隷として扱われたり、売られるという風習なんだ。待って、さっきの芝地といい、この試しばらも渓谷の過去の黒歴史なんでしょ？今じゃないわよね？確かにこれらの風習は渓谷が日本に併合された時、日本政府が悪臭として禁止してはいるぜ。よかった。少し安心したわ。さて、ここまで異常な性癖を持つ権力者や世界の異常な性風習を紹介してきたけど、どうだった？権力者の自己満足のための個人的な性愛は、相手を傷つけたりしなければいいけど、所や権とか試しばらといった変な税制とか風習は、結局女性や子供といった肉体的弱者に、被害の対象が及ぶことがよくわかったわ。もっと女性の権利や性的マイノリティへの理解が増えれば、世の中の性差別が減って、
変質者だとか、権力を振りかざして弱者をないがしろにするような人も減ってくると思うわ。そのためには、自分の考え以外を受け付けないような偏った人間を出さない教育も必要だな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。